皆さんこんにちは、リリーです。今回はですね、 IKEA 購入品を紹介したいと思います。キッチン用品があったり、雑貨、小物、ベッド周り、ほんででっかいテーブルとか椅子も買ったので全部紹介します。よかったら最後までご覧ください。それでは早速スタート。まず最初はコースターです。こんな感じになってます。1センチぐらいこう深さがあるので、一緒に買ったコップがこちらなんですけど、この超ノーマルなマグカップ、こちらとこのコースターがこういう風に見本のとこに飾られてて、え、何これ、めっちゃ可愛いやんと思って即買いしました。これやったらテーブルの上でトンって当たってもコップがぐらついてバンってなることもなさそうやし、安心な上にもう可愛い、置いてるだけで可愛い。続いてはリピート品なんですが、こちらのお皿です。見たことある方たくさんいらっしゃると思います。人気の商品やと思うんですけど、陶器でできたお皿で溝がないんですよね。だからめちゃくちゃ洗いやすいで、薄いし軽いから使いやすくって、結局似たようなお皿いくつかあったんですけども、これで全部統一しました。他にも平らな形があったり、その大判も売ってたりするので、よかったら皆さんも見てみてください。ガチおすすめ。続いてはこちらの木べらです。まあ、なんてない普通の木べら。まあ、ここにね、引っ掛ける穴はありますけど、今まで持ってなかったんですよ。シリコンのものとかプラスチックのものは持ってたんですけど、ちょっと木べらで炒めたりしたいなと思って買いました。続いては、じゃん。こちらのちっちゃなまな板です。大きさで言ったら手のひら 1.5 個分ぐらい。手のひらサイズ。だからこういうちっちゃいまな板欲しかったんですよね。フルーツ切るときとか、なんかほんまにちょっとだけ切りたいときって、大きいまな板使ってまた洗うのもめんどくさいし、場所取るから、薄くて軽いし、かさばらないので、いいのちっちゃいまな板憧れたけど、ちょっとこっちを使ってみようと思います。まあ、白やから可愛いし、ほんで安いし、一回使ってみます。続いては、じゃーん、こちらです。可愛い円錐みたいに、そこは、まん丸でちょっとくびれてて、ここにフィルターをポンと置く部分があります。このフィルターは食器洗い機対応だそうです。こっちは違うんかな、説明書に OK とは書いてなかったですが、ネット入れても大丈夫みたいです。でコーヒーメーカーなんですけど、私はご飯の時お水じゃなくって、最近白湯をたくさん飲むので、これにお湯を入れてテーブルに置いておこうかなと思って買いました。ただ蓋がまあないので、これにつける蓋を買いました。がこちらです。こんな感じ、もうめちゃくちゃシンプルなシリコン製の蓋です。つまみの部分、おっぱいみたいこれがね、めっちゃシンデレラフィットやったんですよ。もうちょっと大きい蓋でもよかったんですけど、まあぴったりでも全然いいなと思ってこれにしました。お会計に行くまでにこう大きいテーブルとか、あと棚とかの段ボールブワーって積み重なって自分で取りに行く場所あるじゃないですか。あそこにこう見本でテーブルとか棚が飾られてて、そこにこれ置いてあったんですよ。めっちゃ可愛いと思って、でもそこに置いてたのが展示品やったんですよ。うわ、戻んのめっちゃだるいなって思ったけど、店員さんに聞いたら IKEA って逆走の短縮ルートあるんですね。知ってました？皆さん、私知らんくって、戻るときは全部こうルート順にこうやって戻ってたんですけど、今回店員さん聞いたら、そこを左曲がって扉あるんでパカッて開けてもらったら短縮ルートなってるんで早いですよって教えてもらえたから、もうダッシュで戻ってこれをカートに入れました。これはちょっと愛用したいと思います。続いてはこちらです。これなんて言うんだったっけ、ペーパーなんちゃらよな、パン食べるときとかにこれよう使ってるんですけど、いろんな柄がありました。まあ値段的には別に100均とかとそんなに変わらんかなって感じなんですけど、このナチュラルな蝶々とか植物の絵が可愛くて、今回はこちらにしました。さあ続いてがキッチン用品ラストです。といってもまあキッチン以外にも使えるものなんですが、こちらめちゃくちゃ薄いポリエチレンっていう素材の滑り止めです。大きさは 67.5×200 ということで 2m もあんねんて、この幅のが。私は食器棚の中でこうお茶碗とかお皿が動かないようにこれを使いたいなと思って選びました。続いてはこちらの時計です。
今はねちょっとこれシール貼ってるんで、その時計と気温、あともう一個何、湿度かが表示されてるんですけど、薄さがこんなもんです。大きさもほんまに手のひらよりちっちゃい、これぐらいのサイズで、後ろにこういう感じパコッと出す部分があるので、テーブルとかにも置いとけます。これもお母さんとお揃いで買ったわ。子供の頃ってお母さんの趣味って意味わからんみたいな、もっと派手にしたらいいのにとか、もっとこっちの方が可愛いやんみたいな言ってたけど、どんどんと大人になるとビビるぐらい趣味一緒やね。あ、お母さんが可愛いって言ってるのは私もめっちゃツボやねんけどみたいなのが多くって、時計もおそろやし、さっきのポットもおそろやし、あとキッチンペーパーも一緒やし、コップとコースターも全部おそろ、ビビる。さあ続いてはリピートアイテムです。これも有名なものなんですが、こちらのハンガーです。もうこれは知ってる方もたくさんいらっしゃると思うのでサクッといきます。これね、上は向きを変えれて、ここも狭めたり広めたりとかして使える、スカートやパンツをかけるハンガーです。これも安い割にシンプルで可愛いし軽いし使いやすい、このバネもちょうどいいぐらいの強さなので優秀ですよね。100均でハンガーを買いそうにいつもなるんですけど、買わずに IKEA 行く日を待って IKEA 行くたびに追加買いしてます。続いては一気に行きます。じゃん、こちらのタオルです。こちらが 50cm×100cm、 広げるとこんな感じです。ここにね、かける部分があるんですよ。だからこうやってかけても使えるみたいです。でこっちのサイズは 30cm×30cm、 これぐらいの大きさです。299円で 1,2,3,4 枚セットです。 IKEA のタグでかない？いつも思うねんけど。ちなみに自粛要請中の今、皆さんはお仕事行かれてますか？それともお休みになりましたか？どっちも怖いですよね。なんか休みになったらなったで収入がほんまになくなるじゃないですか。で保証もね、聞く方聞かない方もいますし、でこうみんなの生活のために自粛になってないお店とか会社の方は、感染が怖くてもお仕事に行かないといけない状態やったり、もうカオス。どうなんねやろ。ほんまね、IKEA でこんな買い物してる時が一番幸せでしたね。今思ったら。喋りながらですけど、次行きます。続いては、こちらです。後ろのね、テーブルとかで、DJ の練習をする時とかって、こう、耳にヘッドホンつけてるんですよ。だから着信になってても気づかへんとか、 LINE 来ててもわからへんっていう時が多くって、これやったらこう立った状態でね、自分の前に置いとけるから視界にも入るし、あ、いいなと思って、インテリア的にも可愛いし買ってみました。そして今回の目玉なんですけど、後ろに映ってます。そう、さっきもちらっと触れたこのテーブルと椅子を買いました。値段は5,999円、めっちゃ安くないですか。で椅子が1,490円、だから2つ合わせてだいたい7500円ぐらいで揃いました。しかもこのテーブルね、こんな感じで普段は DJ 機材を置いて使ってるんですけど、こういう風に小さく折りたたむこともできるし、いろんな用途で使えるなと思ったので即買い。テーブルと椅子がなんとシンデレラフィット、この間に入るんですよね。いいでしょう。これ売り場では確かめることができなかったので、もう一か八かやったんですけど、この隙間にピタッと入りました。もうほんまにこのセットで買ってよかったです。ちなみにこちらに置いているクッションも一緒に購入しました。後ろもマジックテープになってて、結ぶタイプじゃないので外れることもなくていいですし、クッションもしっかりしてて、これもおすすめです。そしてもう一つクッション買いました。こちらはドレッサーの椅子に置くものです。こっちの椅子は楽天で買ったんですけど、さっきのように後ろで結んだり止める場所がないんですよね。かといって四角い座布団を置いたらつるんって滑ってしまうし、このちょっとちっちゃめの丸いクッションやったらずれないからちょうどよかった。続いては前からずっと気になってたこのベッドトレイ買ってみました。
これはミニテーブルとしても使えるし、足を折りたたむと簡単にトレイとしても使えます。大きさは13インチのマックを置いてこのぐらいの余裕があります。いやー、これは買ってよかった。すでにお気に入りです。ラストはこちらのベッドシーツカバーです。これね、ダブルサイズの掛け布団のシーツと、あと枕2つ分3つセットで749円。安すぎて買っちゃった。ということでですね、今回購入したものは以上です。合計2万円でお釣りが来ました。イケアってね、初めて行った頃は、あー楽しい、何これ何これっていっぱい買ってたから、すごい出費になって、うわやってもうたみたいなことあったんですけど、行き慣れてくると無駄なお買い物もせんし、いいですよね。いや、やっとイケアの買い物がいい感じにまとまってきました。まだまだ自粛要請は5月まで続きますけど、もうなんとか皆さん感染しないように予防と対策をできるだけ行って、健康にまたね、夏秋冬と迎えれるように頑張りましょう。本日も最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったよって思ってくださった方は、ぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。あとね、毎回私楽しみにしてるんですけど、コメント書いてくださってる皆さんもいつもありがとうございます。またよかったらね、ぜひメッセージとか、あとリクエストなどもね、書いていただけたら嬉しいので、よろしくお願いします。次は多分またね、ワンちゃんの動画になると思うんですが、可愛い様子いっぱいまだまだあるので、お楽しみにしててください。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。どうしたウブが来ました。膝の上乗ってきた。黒いから分からんで、ね、ウブ肩はずっとね、膝元にいます。尻尾振ってる。ぬかっちゃんもおるし、大集合してんな。おとなしくしてくれてありがとう。